お前らみたいなのがいる限り、俺は何度でもプレイする。はい、皆さん、こんばんは、こんにちは、そしておはようございます。ホラーゲームサイレン、主人公須田京役の篠田光義です。よろしくお願いします。さあ、始まりました。シャープ11ということでですね、チャット欄の皆様、今回もよろしくお願いします。見えてますよ。来たーとね、こんばんは、こんばんは。篠田でございます。始まる前からね、赤桜さんありがとうございます。ね。いや、ジャガーを燃やしてほしいとかね、見てましたよ。見てたんですけどね、まずはやっぱりね、僕だって燃やしたいよ。いや、僕だって燃やしたいよって発言が合ってるのかどうかはわかりませんけども、はい。ね、皆さんの気持ちは重々承知しておりますんでですね。ただ、まずはジェノサイドエンド。うん、それがやっぱりね、目標ですから、目指して、ジャガーはなんかその後らしいね。どうやら、はい。なのでですね、まずはそこを目指させてください。はい。そんな感じでですね、今回もやっていきたいなと思うんですけども、なんとですね、この後には新企画、ね、概要欄の方にも実はもう貼らせてもらってるんですけども、ツイキャスを、使いまして、初のオンラインイベント。はい。この生でやっているこのゲーム配信の後に、感想会、そしてですね、次回の作戦会議をですね、皆さんと一緒にできたらいいなと、そんな企画を考えてみました。はい。初回はなんとワンコインということでですね、ぜひとも、これね、僕がね、毎回、サイレンのゲーム配信を終えた後に、あれなんですよ、こう、うわーやったなーとか疲れたーとか、魂半分抜けかけてるとかよくつぶやくじゃないですか、ツイッターで。そのね、感想をね、どこにも言えないんですね、これ。一人でやってるんで、家で。はい。ワンオペで一人でやってるんでね、それをまずやっぱりみんなと共有したいというのが一つと、で、どうせ、なんかこう企画にするんだったら、こうね、中にはサイレン詳しい方もたくさんいると思うんで、そういう方とかから、まあ一緒にですね、こういう風にやったら、次回こういう風に進めたら、ジェノサイドエンドまで近いですよ、近道ですよとか、そういうのをね、教えていただいたり、なんかそういうのにみんなでこうね、ざっくばらに喋れるような場所が欲しいなと思いまして、今回、オンラインイベントをやることにしました。はい。概要欄の方ぜひとも皆さん見て、10時15分からね、やりますんで。お待ちします。しかもそれは、チケットを購入していただくと、2週間は、見れるらしいんですよ。はい。なので、生で見れないけどなっていう方も購入して、後から見るってことも可能なんで、ぜひとも、よろしくお願いします。そしてですね、ちょっともう告知が多くなっちゃうんですけども、こちらドン。はい。ついに発売されました。SDKP× ショップ、非公式怒り 2020T シャツとかグッズ、公式グッズですね。はい。私がすべてデザインしております。そして、現在も着ておりますが、SDK 本人が本気でサイレンのクリア目指してみた、SDK なりきり T シャツ。はい。こちらの方も、販売開始しましたんで。で、SDK なりきりの方は期間限定ではないんですが、それ以外今見えている3つはですね、期間限定ということで7月1日から8月の終わりまでという感じになっております。ぜひとも皆様そちらの方もご購入お願いします。概要欄の方からですね、飛べるようになってますんで、ぜひともよろしくお願いします。ということで、ぶんたすさん、待ってました。頑張ってください。ありがとう。頑張ります。さあ、という感じでですね、まずは、恒例になりましたけども、皆様、いいね、高評価ってやつですね。あと、チャンネル登録まだだよって方はね、ぜひとも、10万人目指してますんで、よろしくお願いします。そして、今始まったよっていうね、ツイッターなどをお持ちの方は、ぜひとも拡散。そして下の方にコメントをね、感想とかを聞かせていただくと、励みになりますんで、ぜひともよろしくお願いします。さあ、だらだらと喋ってしまいましたが、非公式の公式の非公式の公式、そうです。そんなイベントを8月3、4、5とオンラインイベントでもやりますんで、その詳細もう少しね、お待ちください。そして8月5日、7月5日、今度はあさってですね、日曜日にはですね、やっとできます。1万人突破ということで、皆様、ありがとうございます。1万人突破記念生配信。夜8時からやりたいと思っております。プレゼント企画も用意しておりますんで、これは本当に相当ね、プレミア、だと思います。なのでですね、そちらもお楽しみにお待ちしてます。さあ、行きましょう。だんだんね、ここのトークもね、まとまってきましたね。さあ、前回は、もう大変だったんだ。でも1万人に突破した日だったんですよ。ね。で、それにふさわしいね、ミラクルな、プレーが出たんじゃないかと思うんですが、今回は、副題にも書きました通り、丸腰の恐怖ということでね、ともこちゃんのステージでございます。まずは見てみようかね。はい。いきます。最後に、ここでいいんだろうな。はい。初めてやるとこですよ。果たして、どんな感じになるのか。皆様、よろしくお願いします。もう怖いよ。怖いよ。牧野さんの後でしょ。違う？あの時の前回のね、牧野さんが置いてった。置いてったって言い方したあれだけども。さあ。始まりました。丸腰スタートですね。今日はね、ここをクリアして、SDK をやりたいんですよ、僕は。久しぶりにちゃんとね、宮子連れてドライバーを取り行きたいわけですよ。だからね、ここで時間を使うつもりはない。さあ、行くよ。今日もつけてるからね、ちゃんとね。よし。まずは、地図です。これね、僕、また公式の、こちらのね、パーフェクトガイドを見たりとか、あと皆さん、上げてくださってるサイレンをね、ゲームしてくださってる、YouTube に上がってるものとかを見てね、勉強したんですけども、とてつもない方法があるんですよ。知ってる方もいると思うけども。これね、お賽銭をとかあるじゃない。ね、それはもう勉強しました。お賽銭をね、あれしてこれして、鈴鳴らしてみたいな。そのパターンでもいいんですけど、ちょっとね、試してみたい。もう駆け抜けともこだ。やってみたいんです。ただね、見ただけじゃ、やっぱり見るのとやるのじゃ、えらい違いなんで、正直そんな簡単にできるのかはわかりませんが、でもね、やってみたいから、ちょっと、一回挑戦させて。あ、前髪がうざいね。髪伸びてきて。早く切りたいです。さあ、一回挑戦させて。だからね、まず電気は消すでしょ。一応ね。つけててもいいのかな。ほいで、開けて。走って。もう見つかるんだけど、気にしない。これ駆け抜ける。体力的に大丈夫かな。駆け抜ける。いけ。引っかかった。いけ。撃たれた。怖い。いる。いる。ともこちゃん。駆け抜けろ。駆け抜けるんだ。駆け抜けれなかったー。駆け抜けれなかった。肩負傷したからね。うわぁ、一発いけると思ったのになぁ、悔しい。なるほど。あそこにいるんだなぁ、奥のが厄介だなぁ、悔しい。もう一回。感想は後ほどオンラインイベントで。よし。これはね、もうテンポです、テンポ。やっぱり。駆け抜けは僕もね、苦手じゃないんですよ。何度も駆け抜けてきた。何度も、どけ！あいし！よし！あとあいつだ！いるなよ！見られた。でも、よっしゃー！いた！よっしゃー！すごいテンポ感だー！すごいテンポ感、テンション上がりすぎて、タイマー忘れてたー！タイマー忘れてたー！でもいいよね、そんな時間かかってないから。3分ぐらいだしね。3分？何分？ 5 分ぐらいよし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 。このやり方、いけたー。どうですか皆さん。駆け抜けの真骨頂。伊達に駆け抜けてきたわけじゃない。そう、タイム忘れてた。タイムやった、今。1分ってことはないんじゃないかな、でも。あ、あやめさん、あやめせつなさん、おめでとうございます。ありがとう。いやー、いったよ。どうだ。サイレン11回もプレイしてないぞ、俺も。よーし。セーブだ、まずは。まずセーブして。これ勝手に三浜さん行くかな？大丈夫かな？あ、いけるね。シナリオセレクトで須田京也行けばいいんでしょ。駆け抜けたね。これもタイムアタックもあるんだ。あ、これのタイムアタックも必要なんでしたっけ？わ、やっといた方がいいか、今。このテンションで。宮本さん、駆け抜けポポコちゃん、赤い水台にありがとう。赤い水今日もありますよ。飲んでいきましょう。赤い水チャージだ。これは、あるんだ。続けて条件に言っとくか。じゃあ。必要ですと。ありがとう、皆さん。ちょっとじゃあ、今一回京也行こうと思ったんですけど、忘れないうちに、ポポコちゃんの2、どこだ？これかな？これだよね。多分。ちょっと一回見ておこう。これ違うとこやったら意味ないからね。初日17時。よし。遅くなったけど来れた。ありがとうございます。もう一つクリアしましたよ。詳しくはアーカイブでご覧あれ。そしって言っちゃった。行ってみよう。なんかまた増えてるとかないよね。人がもっとたくさんなってるとかないよね。これも見たからね。ちょっと飛ばさせてください。お、タナトスを、オワコンさん。赤い水台、ありがとうございます。赤い水飲んで頑張りますよ。ああ、1分55秒以内。OK。いくよ。ここのすり抜け、うまいこと言った。あっと、ちょっとおばちゃん早くなったかな、さっきより。あっと、ああ、撃たれた。ああ、ちくしょう。悔しさだ。めげない。でも、めげない心。メンタル。よし。めげない心が大事です。パトカーに乗る、書いてありましたけど、無視です。あ、どいて。あ、頭打たれたよ。ひどくない？畜生。なんだろう、タイミングがあるんだよな。悔しい。もう一回。駆け抜けの真骨頂。ちょっと緊張で手汗がすごいです。滑ります。駆け抜けの真骨頂だ。この一回止まるの嫌だな、これ。これ止まるんですよ、必ずね。どいて。あった。よいしょ。まだ大丈夫。気のせい。畜生。後ろから狙ったな。なんで最初の銃は当たって一発で大丈夫なのに、これはやられるんだ。一発、当たってないもんね。あー、まだまだ。頑張ろう、ともこちゃん。できる、君ならできる。大丈夫、大丈夫。多分テンポ感があるんだろうな。よいしょ、すり抜けた。あ、自らおばさんのとこに。あ、自らおばさん。あ、ダメだ。もう一緒。何？俺デジャブだな、これ。デジャブだな。デジャブ、デジャブ。いかんいかん。待て待て。落ち着け。彼を抜けたい。彼をさえ抜ければいいんだよ。そう。ワーンって言ったら OK。なるほど。ワンを待ってられるかどうかなんだよね。後ろからおばさんが、おばちゃんシビトが来ちゃうから、そのワンをうまいこと待ってられるかどうか、にかかってるんだよね。ここは駆け抜けて、いや、あ、腰打たれた。いって。あ、あ、そうさせ。なんでおばちゃんに近づくんだ。ともこちゃん、ダメだ。あ、ちくしょう。ワーンって言ってるか？言ってないか、まだ。あー、もう、こいつとの戦いになってきたな。その奥のやつ、もう一人いるけども、そんなのは気にしてらんない。まずは、彼を抜けるところだ。うん。おいて。あ、ワン言わない。ワン言わない。ワン言わないで急に。なんで後ろから来てんのにすぐ分かったんだろう。ワン言わ、ともこちゃんごめんよ。でもここはもう仕方ない。運ゲーなんですかこれは。おたけびガチャ。そうだね。おたけびガチャなんだ。なるほど。言わないね。うん、言わない場合はやっぱり横をすり抜けれるしかないんだけど、この操作性がね、伝わりますか？この操作性。これ、何なんだろう。自らおばちゃんに近づくから。いけ。大丈夫。行きましょう。あなたは強い子だよ、ともこちゃん。大丈夫よ。何にも怖いことはない。大丈夫。みんな元は同じ村の人。あ、そりゃそうだよね。あー、ちくしょう、惜しかったー。抜けたのに、一発撃たれたら足が遅くなっちゃった。あー、悔しい。遅れてきた人もうここずっとハマってると思ってるでしょ。実はもう一回ここ抜けてるんですよ。抜けて、今タイムアタックやってるんで悔しいの。頑張れ。抜けろ。あ、おばちゃん。ごめんなさい、おばちゃん。吠えろ。吠えない。ちくしょう。吠えない。あれ、タイムアタックの方吠えないのかな。タイムアタック吠えないか。はあ、落ち着け。大丈夫。俺は須田京也。約束したんだ。うん。ね。よし。いけるいける。丈夫。駆け抜けるんだ。どいて。あ、うわ、腰打たれた。ここの第一関門はクリアできんだ。来た。こいつ。いけ、大丈夫だ。よっしゃ、よっしゃ、いけた。かな。よーし、頑張ったね、ともこちゃん。頑張ったね、ともこちゃん。しんどかった。もう何回かってハマるとこだったな。ありがとうございます、皆さん。うわー。赤い水チャージー。よーし。いやー、ちょっと危なかったけど。ハマる前にね、積んじゃう前に。あれ？嫌な予感。あれ？行っちゃったよ、先に。これ、ん？何やってんの？あっ！あらら！ああ、悲しい。これも CM で出てたよね。確か。ねえ、有名なやつだよ。あれ？これってもしかしてこのままいっちゃう？俺ここ全く勉強できてないよ。これこのままいっちゃうね、多分。自動でシナリオ選択されるやつ。これは、このままいかなきゃいけない。俺、須田教養やりたいんですけどね。さっき、エムリングライトさん。丸腰の恐怖。ご了承ありがとう。そして、ツナさん。ツナ1113。連続クリアおめでとうございます。ありがとうございます。ただ、ちょっと待って。須田教やりたいんだけどな。これはこのままいっちゃうのかな？強制なんだ。参ったな。今日予定ではね、この後須田教へ行きたいんですよ。どっちにしろ？あ、そうなの？ということはどっちにしろ？どうなんだろう。強制ステージそのままいっちゃうのか。これは積むね。だって全く勉強できてない、ここ。今どこのこと言ってんのかもまだわかんなかった。そしたらもう一回、今これデータセーブしないで、セーブ、別のとこしておいて、また後でもう一回やろうかな、タイムアタック。もうコツはわかったから。もう運ゲーだけど。ねえ、どうですかね。多分ここで積んでたら時間がもったいないよね。あ、高藤先生の、どれ。一応ちょっと見るだけ見てみましょう。ここまでこのテンポで来たからね、悔しいよね。どれ？高藤先生の、あ、これか。初日20、30のことを言ってんのかな ?190 ページ。悔しいな。もうね、須田教也やる気満々だったんですよ。あ、なるほど。ここか。条件1かな。いやー、悔しいね。こんなとこまで飛んじゃったんだ、一気に。大丈夫だと思いますよ。そうですよ。あ、そうだ、そうなんだね。抜けるだけじゃね？そうなの？はるみちゃんの、なんだこれ。はるみちゃんの脱出？要は、これでも丸腰？高藤先生、武器ありかな？なんかいろいろ書いてあるよ。ライター入手して、はるみを隠して、廃車の鍵を入手して、廃車に乗り込んで。なんか大変じゃない？これ。駆け抜けちゃっていいのこれ。あ、これ辛いやつじゃん。あれは、あ、これ辛いやつじゃない？悲しいやつじゃない？確か。廃車とか不要。なるほどね。ただ抜けるだけなんだ。じゃあ。どうだろうな。こっち行くべきか、須田京也をやるべきか。時間がもったいないっていうのはある。スタートがここか。ぐるーっと来て、ああ、なるほど。死人がいますと。はい。で、今日、須田京也と同じようなとこまで行って、抜け方も一緒か。ふむふむ。なんか今全く勉強不足なんで、ここは、あ、ライターだけはやった方がいいんだ。そう、悩んでる時間もったいないんだよね。うん。よし、やめとこ。やめとこ。セーブしないで、さっきの一回セーブしたところから、もうこれはもうね、またできますわ。1分55秒の壁は。うん。運ゲーっぽかったし。せっかくちょっと抜けましたけども、一回、まあ一応セーブしとくか。別の場所にね。ね、一度ちょっと別の場所にセーブしとこう。ややこしくない。この辺にしとこう。それで、あ、違う違う違う。あ、セーブしたら入ってっちゃった。セーブしたら入ってっちゃった。知らない、そういうの。一回見よう。その子ね、みやちゃんっていうの。一人ぼっちだって言ったら、姉ちゃんになってくれたの。みやちゃんも寂しかったんだって。みやこの話してんね。みやちゃんはいつも白いワンちゃんと一緒なんだよ。みやちゃんって？内緒なんだ。みやちゃんのこと。小南ちゃんの子供の頃可愛らしい声してるね。言ったの。はるみちゃん役の小南ちゃん。おばさんにも内緒にしてね。分かった。秘密のお友達なんだ。じゃあ先生はお母さんになってあげる。はるみちゃんの。いや、みんなコメント欄、みやちゃんつって宮田先生って言うとき、そんなわけないでしょ？みやちゃん、宮田先生のことみやちゃんって呼んでたら、はるみちゃん相当心強いよ。違うんだよ。ここじゃないって言ってんのに、俺は。分かってないもん。戻ろうかな、一回。ちょっと一回戻ろう。これして、タイトル画面に戻って、ちょっとこれもね、ここはまたちょっと勉強していきますね。やっぱりね、久しぶりに皆さんにね、京也やってるとこ見せたい。京也が京也やってるとこ見せたいから、はい。だから、宮子とね、行く。あれ、これだっけな。ちょっと待って。これほんと見ないと分からなくなっちゃうんだよな。初日8時。はい、これだ。ちょっと、久しぶりに。ドライバーを取るね。だからそのドライバーを取るんだよね。最後のとか、あそこの右のところまで行って。あれ、そこまでは一緒。で、あれでしょ？ここを条件2をクリアしないで、まず1で行くと。ね。2でクリアすると、その後に繋がっていくんだけど、それはまたやればいいもんね。もしあれだったらね。という解釈です。ちゃんと下調べ、もう下調べしないとダメですよ。もう何にもわかりませんから。大丈夫？もっとゆっくり歩いてよ。見えないじゃない。え、どういうこと？どういうこと？ケルブじゃないとやっぱりダメ。あれもしかして目が来た。まだお前の役目は終わってないだろ。ジュン、お前がいなければ続きを始められない。あっち側に行くのも時間の問題か。あっち側妹が世話になったみたいだな。とりあえず礼を言うよ。妹先に言うっていうパターン。おい、早く連れてけ。京也より先に言ってみるっていうパターン。久しぶりだね、みやこ。頑張ろうね。今日は同じことをさせちゃうけども、ドライバーを取るというね、作業がございます。はい。みやこの視界は特に。これでね、よし。行きましょう、じゃあ。これは走っちゃうと、みやこは目が見えないんですよ。知らない方のために言うと。だからあんま走っちゃったりすると、普通にいないです。だからこうやって見てあげる。よし、オッケー。行こう。ここはね、大丈夫。まだ死人はね、出ないからね。安心して。ヒカキボルグをね、取りに行くから。オッケー。お、早いね、みやこ。追いついてきてるね。よし。ほら。見える？煙出てるところ。あそこに、ヒカキボルグがあるからね。よし。じゃあ、はい、取るよ。すんなり取れたよ、今回は。はい、手に入れたー！じゃあ、恒例のちょっと練習させてください。よし。よし。短いやつ。よし。よし。オッケー。さあ、じゃあ、行きましょう。こっちだったっけな。ちょっと、結構昔だから。登れる？お、すごいすごい。さあ。こっちだったっけな。こんな登んなくてもよかった気がするな。右から行けたか。ごめん。目が見えないのに。この段差は大変だ。こっちから行こう。はい、オッケーオッケー。あ、早い。みやこ早くなったね。じゃあ、叩きますね。これ前回ね、よく分かってなかった。3回叩くかなんか。よし。あ、新生さん、ありがとうございます。ヒカキ棒代としてありがとう。ヒカキ棒ね、高いから。来てる？さあ、これから来るよ。来るからね。前回はさ、怖かったけど、今回はさ、ここでもいいかな。ちょっと低かったな、位置が。はい。おいで。はい。オッケー。大丈夫。ちょっと上からだったね。そして、お前どこ行くんだよ。そっちじゃないだろ。何やってんだよ。おい、こら。都に、この野郎。油断も隙も。さあ行こう。大丈夫。と、こっちです。危なかった。大丈夫？よし。さあ、こっからなんですよね。これで、なんか、確か、教会の方じゃなく、右に行くんだけど、でも、どっかで都をまたした方がいいんだな。じゃあ分かりやすくこの辺にしとこう。さあ、ちょっと待ってよ。ここまで来ましたよ。あ、SE4 タンさん。ありがとう。海外の方かな？違うかな？サンキュー。さあ、ここまで来たんですけども。だから、ちょっと一緒に皆さんとね、見ると、今こういう方向を向いてますが、教会のところの横ですね。この道の奥じゃない方。で、この廃車のとこ、向こう側に落ちてると。で、視界ジャックして、多分、銃がいたんだよね。猟銃が。それを倒すか、その隙を見て、取るか。だよね。とにかく、もう来たら戦うしかないから、あの二人は視界ジャックしとこう、一回。これだ。これは、これと、もう一人ね、これだ。ただこれがさ、どのタイミングってのがちょっとわからないんだよな。今かな、もう。今っぽいな。あれ？俺道間違えた？道間違えた。道間違えた。これか。これで、須田恭也の2日目の1次、終了条件2クリアのための必要行動を達成しましたということ。で、宮古を迎えに行かなきゃいけないけど、さっきバレたから、あいつでもこっち来たらよかった。ここだよね。よしよし、ごめん。よし、オッケー。これ前回ね、宮古がきついてきてなかったんだよね。これどっちだ？こっち来てるのかな？来てるね。一応奥にいる時の方がいいな。手前だと厄介かもしれないから。そこだよね。ちょっと待ちますね。その間にロンレア子さんから「津波はデート代ありがとう」。宮古も喜ぶよ。何買ってあげようかな、じゃあ、都に。はい、来てない。どうなってんのこれ。まただよ。ほら、来なきゃ、都。あ、おばちゃん素早いんだよ。いるね。オッケーオッケー。最高。最高。いるね。よしよしよしー。はい。久しぶりでしたね。久しぶりに。ちょっとここはでもやっぱり一回やってるし、自分だしっていうので、ちょっとね、こう勇気を持ってできましたね。いいんじゃないですか。これはセーブしてもいいでしょう。これでこっちにセーブしとこうかな。ありがとうございます、皆さん。サクサク。ここはね、なんとかね。ナイスファイト、サンキュー。さあ、次なんですけど、いい時間じゃないですか。いいタイム。いいタイムだね。あ、カメリアさん。津波はデート大成功ありがとう。デート大成功って表現面白いね。これで、多分ね、次はでもね、あれやりたいと思ってんですよ。また丸腰になっちゃうんですけど、さっきの前なのかな、牧野さんの、ともこちゃん連れてくとこ。うん。ともこちゃん連れてくところの終了条件に、初日12時。また丸腰なんだけどね。鍵のところとか。そう、落とし物です。そう。鍵見るみたいなやつ。あれもよくわかんなかったんだけど、なんかね、新しい方法がね、それまたあるんですよ。だからちょっと試してみたいよっていうね。牧野さんの、これか、初日12時。そう、ショートカット。ショートカットやってみたい。前髪邪魔だね。ショートカットやってみたいんですよ。これね。できるのか、果たして。あそこまた抜けなきゃいけないのが、抜けれるかな。ここまで来ればもう大丈夫。何を偉そうに。あなた置いてくでしょ牧野さん、この後置いてくでしょ、あなた。知ってんだから俺は。で、この後よーく見たら石田さんいますよ、これね。江戸さんいます。ほら、奥ね。うん、私たちどうなっちゃうの？あなたはね、牧野さんに置いてかれます。さあ、これっちですよね。終了条件に、この落とし物っていうのを取らなきゃいけないっていうのと、また、あそこで同じ抜け方するんですけど、なんかね、拳銃がいるんですよ、まず。これに、撃たせると、弾を。どうしたんですか？そう思うよね。そしたらこいつがこっち向くんで、そしたら駆け抜ける。うわ、そっちかーい。駆け抜けすぎた。一発こっちに撃ってほしいんだよな。確かこんなやり方だった気がするんだよな。駆け抜けすぎた。ちょっと今日、ともこちゃん、やられすぎてる。ダメ、大丈夫。メンタル。突き進むよ。間違えた。ともこちゃん、ちょっとお静かにね。今から変なことやるからね。行くよ。そう思うよね。僕だってそう思ってます。タイミングあんのかな、これ。惜しい、悔しい。早かったな。いいタイミングだったと思ったんだけどな。なかなかいいタイミングでこっち打たれたんだけどな。すぐ登ってすぐ引き上げなきゃいけないんだよな。これじゃなくて、こっちです。ちょっと待っててね。あ、見てない。あ、見てた。これで、あれしっかり見られた。おいで、何やってんの。ダメだよ、ちょっとかわいそう、そんな近くに。ああ、もう貫通してたよ。ごめんよともこちゃん。怖がっちゃってたよ。怖がって抜けてこない。あれ抜けてきてくんないとな。抜けてきてくんないとな。よし。これ抜けてきてほしいんですよね。わかるよ。なんでこっち向いてたの今。あっ、奇跡的に来いともこちゃん、おいで。あ、いない。あ、地獄、地獄だ。あー、ごめん。ごめん。はー。これね、ともこちゃん、コマンド選択してくださいってどういうことだろう。引っかかりそう、引っかからないようにね、引き上げてムービーで一回ね、ともこちゃんをね、いなくさせたいんですよ。うん。そこから、だったらほら、一人で、行動できるんでね。それをしたいんですけど、ともこちゃんがうまくあそこ抜け切ってくれない。なんか抜けてくる方法があるはずなんだよな。あれが、死人がもうちょっと、猟銃死人が多分間を空けてくれればいいのかな。一回グッて壁の方行った方がいいのか。そしたら、こっち向いて打ってくるから少し空くかな、隙間がね。あ、三沢さん来てる。三沢さん。丸腰です、今。丸腰で、やってますよ。三沢さん、なんか、スパチャくれるって言ってたんでお願いします。水田先輩。これで一回、タイミング違うんだな、これ。あ、おいで。あ、拳銃が邪魔してんのかな。ああ、来てたね。ああ、なるほど。目の前で打たせるか。こっからスピードなんだろうな。多分目の前で一回打たせといて、一発。で、カチャカチャやった間に抜ける。作戦。そっちでやってみようかな。一発目。2発目3発目。何待ってるんですか？待ってないよ、走ってるよ。あれ撃たない。4発目あれなんだこいつ、よそ見してたな今。全然撃たないぞ。おい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 、ゼロからかい君。一発目。ちょっと待ってね。二発目。三発目。一発撃たせて。ここで俺待ってなくてよかったんだね。待ってなくてよかったんだ。行っちゃえばいいんだ。なるほど。一発撃たせて待ってないで一気によじ登る。そうだそうだ、多分そこだな。3発目。ここだよ。なんで撃たないのこいつ。こいつ全然違うとこ見てるわ。ひどい。これで4発目かな。撃ってこない。いいんじゃない？いいんじゃない？オッケーオッケー。ってこれがあります。ともこちゃんじゃないの。買ってあいつ撃ってくるんだけど。あそこに死人いるでしょ。これかな。こいつが鍵のとこに行くはずなんですよ。あいつを追う。これね。こっちかな。うん。前回の逆っていうかね。あれどこだっけ。トントンいます。そこにいる。4425。4425。これで、この中にあるはずなんですよ、落とし物がね。4425。ふぅ。で、出てきて、こっち来ないでよ。こっち来たらもう意味わかんないよ。右行け。お !4425。近いね。オッケー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 。で、彼が、ある程度離れるまで待つと。4425。うん。どうやってんだろう。こっちか。4425。よし。そしたら入って。で拾うと。何を落としたんでしょうかね、これは。いや、おっかなびっくりすぎない？手震えてる。生徒手帳だ。生徒手帳。ともこちゃんの生徒手帳がアーカイブに追加されました。はい。で、また、元の位置に戻りましょう。あいつはここにずっといる。ゆっくり、何もなかったかように存在を消しましょう。そうです。そう。そしたらなんか地図が分かんなくなるんだよね。こっちだったっけ。1個登って次、あそこ、ここじゃないよね。もう一個だった気がするんだよな。あ、ここだった。で、こうだよね。よーしゃー！あ、くるくるしてる！くるくるしてる。見れたかな、みんな。くるくるしてる。見れましたか？カクカクしてるけど、今、くるくるしたゴールした瞬間、行きましたよ。ほら、カクカク映ってるでしょ？くるくるしたけど、行けましたよ。カクカクくるくるしましたけどね。いやー、ありがとうございます。最初ちょっと手こずったけど、ともこちゃんが抜けるところで赤い水いただきます。くるくるして見れなかった。ごめんごめん。すいません。くるくるしてた間に多分行きました。見れた人見たらよかった。カクカク、僕の方ではね、今見てたらカクカク上がってってました。牧野さんが。ここだったっけな、違ったっけなって言ったら思いっきりそこでしたね。いやー、驚いた。角付きゴール角付きゴール想像で、はい、ぜひとも想像で補ってください。見れなかった方はね。よっしゃー。お、それでもともこちゃん飛んだよ。一回見てみよう。県道333、333号線。ああ、志村のじっちゃんじゃん。相性抜群。まさか八尾さんダメだよ。ともこちゃんよかった。お父さんとお母さんも無事よ。本当ダメだよ、ともこちゃん。奥が怖い。なんかもうこの雲っていうか煙っていうか演出がすごい。前田智子の、書き置きがアーカイブに追加されたって。なんだろう、書き置き。志村さんじゃーん。あの後ってことか。自分で打った後か。まさかここでね。志村さん出てくると思わなかったな。ついこの間ね、ある種のお別れをしたんですけどね、僕は。志村さんとの相性いいからな。いやー。あ、で、これ志村さんだった。これ志村さんになったな。初日8時の志村さんってなんだろうね。初日8時の志村さん。ねえ。志村さんいいよね。もう志村さんを使って、猟銃を使うことはないんだな、俺が。あるのかな？いや、今出たからあるんだな、多分まだな。あ、違う、集会終了になっちゃった。ん？集会終了になった。およよ？どこだなんか結構今いいペースで来ましたよね、ここまでね。途中から見た方ぜひともアーカイブ見ていただきたいんですけどね。初っ端まずすごい早かったんで、で、その後やったんだけどね、須田恭也やりたくて、ちょっとね、戻っちゃいましたけどもね。集会終了になったね。そっか、志村さんステージは住んでるからか。そっか、この間やったからかな。そういうことかな。この見方がね、ちょっとまだわからないんですよね。このシナリオ進行チャート。そういうのを、後でね、後ほど10時15分からツイキャスでやります。この概要欄にも貼ってありますけど、オンラインイベント、今日から新企画スタートなんですけど、そういう話とか、今日のね、あそこそこあったねとかって会話をね、皆さんとしたいわけですよ。でもこうやってこの後終わっちゃ、ね、こっから終わりに向かうと、やりございましたとかっていうので終わっちゃうから、それがしたいっていうね、そうなんですよ。だから、ぜひともね、まだオンラインチケット購入できますんで、一緒に、今日のああだった、こうだったっていう話をしてくださる方は、ぜひとも参加してください。お待ちしてます。で、今、牧野さんの初日12時やったんですけど、次が、まあ一応これ見ても、ともこちゃんの、またあそこになってんですよ。初日。まさかの、今、さっきクリアした1分55秒のとこ。それもう一回行くか。結局、こっから、またその後高藤先生ってなってるから。もう一回、さっきやったけど、奇跡でいけたけどさ、もう一回挑戦してみますか。ともこちゃんの、ね。結構、ハマると怖いんだけどさ、どうでしょうね。初日17時。もう一度、ともこちゃん。今日はもうともこちゃんスペシャルだな。全部にともこちゃん、あそこは須田恭也とか出てきてないけどね。ともこちゃんいっぱい出てきたな。これだ。吠えるか？どうなのよ。もういいよ、これは見たから。デジャブですけどね。皆さんごめんなさいね。デジャブになりますけど。駆け抜けろ。どいて。あ、やばい。曲がり方間違えた。あ、で、必ず、このおばちゃんに捕まる。必ず、ああ！おばちゃんだった、今度は。ああ、集中。大丈夫、大丈夫。もう、ともこちゃんのその姿は結構、目に焼き付けたよ。うん。そして、あ、ここのおばちゃんをね、あ、おばちゃん、おばあちゃん、おばちゃん、おばちゃんの腕力、おばちゃんの腕力すごいよ。もう掴んだら離さないよ。はあ。おばちゃんの腕力なんだよな。こっちと回しといて、こっち。あ、ずるいよ、今のは。吠えてた。ずるいよ。まだ打てたんか。まだまだ。まだ鳴ってないよ、1時間タイマー。まだまだ。ネバーギブアップ。もう一回。抜けさせて。おばちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、そうさせ、動け、なんで動かないんだ君は。操作性を感じる、操作性を感じる、こいつ。おばちゃんだよ。悔しいなぁ。滑っちゃうんだよな。やっぱり。滑り止め買おうかな。プレステの丸い、あれのね。抜けさせて。吠えろ。よし。もう一人だ、もう一踏ん張りいくよ、いけ、よっしゃー、やったー。しんどい。しんどいこれ。デジャブ。もう夢に出そう今日。夢に出そう。ともこちゃん走ったなー。今日だけで何個やったんだ？ここまでちょっと皆さんもうそろそろお時間なんでね、忘れずに今のうちにいいね、お願いします。そしてチャンネル登録まだだっていう方、ぜひともよろしくお願いします。10万人目指しますんで。そしてコメント、そして拡散。今日の SDK も頑張ってたよというのもね、ぜひともつぶやいていただけたらありがたいです。はい。そしてこの後オンラインのね、イベントもやりますし、10時15分概要欄からね、すぐ飛べるようになってますし、グッズの方も、これをね、ちゃんと僕はまとってやってますんで。ぜひとも、概要欄からね。今のうちだったら、8月のイカ入りまでには間に合うんで、ぜひともよろしくお願いします。ちょっと赤い水飲ませて。ちょっとね、皆さんのチャット欄のコメントを見てみましょう。いいねしました。ありがとうございます。次はタイムアタックですね。にっこり。そうなの？タイムアタックなの？今タイムアタックじゃなかった？今タイムアタックだったんですけど。別のタイムアタックがあるのかな？サクサクプレイがループする。サクサクかどうかね、自分でもちょっとわからないんですよね。ひよこの子さん。おばちゃんからのお小遣いありがとう、おばちゃん。おばちゃんありがとう。腕力すごいね。いやー。サクサクかどうかがね、わからないんですよね。生徒手帳アーカイブ見ようか。せっかくなんでね。さっき拾った生徒手帳アーカイブ、ちょっとここでさっきの見たとこ行っちゃうんですけど、ちょっとこれ飛ばさせていただいて、ここは見たからね。サクサクかどうかがね、わからない。なんでいつも自分の声が聞こえてくんだろ、急に。今ちょっとなりましたけどね、せっかくなんで最後にじゃあ、これセーブしていいんだよね。そう、セーブして、あれ見てみましょう。さっき拾ったともこちゃんのアーカイブ、SDK と一緒にサイルのアーカイブを見てみようのコーナー。ギリギリですけど、あやべしーさんありがとうございます。ポポコちゃんの治療代、治療費、そうだね。ポポコちゃんだいぶもう打たれたりいろいろ大変だったから。ということで、高藤、これややこしいな、高藤先生の。でも時間で見れば大丈夫か。左側の方って思うとかないと。これもさっき見たんでね、ちょっと飛ばさせていただいて、せっかくなので皆さんと、先ほど撮った、ともこちゃんの生徒手帳、写真週刊誌、新読丸っていうのも入った。見てみましょう。高藤先生です。アーカイブ見ます。身分証かな？これだ。見てみましょう。ドン。おー。もっと大きく見れないのかな？なんか可愛らしいね。実はともこちゃん役の方ともお会いしたことないんですよ。今何されてるのかな？おいくつぐらいなんだろうな。ね、会ってみたいですよね。もう、やっぱり芸能界を引退されてしまってるとか、情報がないっていう方はなかなか難しいんですよね。羽生田村率っていうの？羽生田村率？市立？村率？聞いたことないね。中学校、あ、村、なんだこれ読み方わかんない。中学校生徒手帳。羽生田村率中学校。羽生田村立中学校。なんだそれ。式のものは、当校の生徒であることを証明する。学年2年1組。前田智子。昭和64年5月11日生まれ。64年ってことは実際だったら、今だったら、64年ってないよね。あったっけ？ギリギリあるか。村立。村立。羽生田村立。羽生田村立。うん。これね、画面の方はよくちゃんと見えてると思うけど、ともこちゃん。よくできてるよね。この全表示っていうのは、もうこれ全表示ってことなのかな。この辺はね、見ましたよね。うん。あ、これ見てないね、見てないね。よりこの学生証。よりこの学生証見よう。文化史学科だね。あ、これだからあれだね。1981年。僕と同い年。実際の僕と。6月25日。より子役のね、水野ちゃんとはね、よくご飯行ったりしてましたね、昔は。うん。お好み焼き屋さんを知ってて美味しい。そこに一緒に行ったりしてましたね。うん。元気してるかな？ある日突然、お嬢様みたいな感じでテレビ出てたね。すごいお金持ちのお嬢様。知らなかった、当時。そんな話全くしなかったな。普通に、普通のとこでご飯食べて、ワイ喋ってましたけどね、一緒に。さらに詳しく、ドン。あら！もう、好きじゃん、先生のこと。間違いなく好きじゃん、こんな切り抜き入れて、パスケースの中には写真の切り抜きが挟み込まれている。もう絶対好きじゃんね。大変だ、それは好きでこんな、ね、こんな村来ちゃって。大変ですね。へえ。はい。ということで、お送りしてきました。SDK 本人が本気でサイレンのクリアを目指してみた生ゲーム実況。皆様ありがとうございました。いかがだったでしょうか？この後ね、10時15分からオンラインイベント、この概要欄にもからもいけるんですけど、感想会と次回の作戦会議、皆さんとしたいなと思ってますんで、お時間ある方、そして興味ある方、一緒に喋りたいよっていう方、結構まったり喋れると思うので、ぜひとも遊びに来てください。お願いします。そして、7月5日、今度日曜日ですね、1万人突破、チャンネル登録1万人突破記念ということでですね、生配信、YouTube でしたいと思います。プレゼント企画もありますんで、ぜひとも皆様お待ちしてます。はい。いろんなトークをしましょう、そこで。はい。ということで、以上、ホラーゲームサイレン、須田京役の篠田光義でした。皆様ありがとうございました。後ほどの人は後ほどです。では、